レディオアクアス、アクアス、アクアス、デデデデン、アクアス、エイト、ドゥワアクアスエイト、木八。こんばんは。こんばんは。6月23日木曜日。今夜もいつもの那須塩原市疎水スクエアスタジオアクアスから生配信でお届けします。担当は私のこと DJ トムです、はい、コウさんです。ダキャンです。お世話マコです。はい、いや今週ね、いきなり入ってきました。月曜日にね、うん、このね、会議があったんですよ、実は下火祭り、うん、で会議までちょっと時間があったんだよね。某コーヒー屋さん、コメダコーヒーに行ったんですよ。おう、そしたらね、ウェイトレスにね、可愛い子がいたのよ。この話はどこへ到着するのかな。はい、これで、名古屋にね、君島って書いてあるんですよ。うん、であれ見た顔だよなと思って、うん、で、帰りがけにね、レジのところで、うん、レナちゃんって聞いたんですよ。おお、うん、すげえ似てたから、うん、そしたら姉ですって。あ、お姉さん、うん、ほんと似てんだわ。へえ、かわいいの。そこだけは言ってた。ぜひコメダコーヒーへ。それはさ、コーヒーがおすすめなのかね、スタッフがおすすめなのかね。お姉ちゃん、スタッフが出なちゃいます。まだ高校出てないよね。そうなんだよね。あ、まあ高校生もバイトはするか、高校生ぐらいかな。あれ、まだ高校生ぐらいかな。お姉ちゃんでも、いやいや、レンナちゃんも今3年生ぐらいじゃないですか。うん、まあ卒業はしてないってことなんですけど、うん、はい、そしてね、ここで置き去りにされてる方がありますが、今夜のゲストさんは、大田原地域おこし協力隊の、何号でしたっけ？私が5号です。はい、5号隊員のカズさんと6号隊員の長塚です。兄貴です。はい、兄貴です。はい、このお二人からお話を伺いたいと思います。お願いします。那須塩原ピープルパート1。いやー、いつもの通りね、練習したよね。もう朝も練習しましたからね。ぴったりですよ。今日は朝から練習しております。楽しい。はい、ということでですね、地域おこし協力隊、もう今回何人目のゲストさんですかね、大田原の地域おこし協力隊の方は。カウントしてないの？まず最初にさあちゃん、で、それでそれから、ほら、まきちゃん、まきちゃん、それで私その後、そう、そうですね、3人目、3人目のゲストさんかな。おまけですからね、なんですけど。いや、あっちこっちで会ってるとさ、ゲストに来てもらったかどうか、うん、そう、大きいのがさあちゃん、さあちゃん、そう、あの詩吟の小さくなってまきちゃん、まきちゃん、マスクしたまんまずっとっていうのがまきちゃん。あ、うん、ね、あ、じゃあ初めての男性ってことですか。あ、そうだ、そうですね、初で、はい、お初の男性、男性もいるんですね。います。女性の活躍ばかりが目立っておりますが、男性もいらっしゃるんですね。縁の下の力持ちで。なるほど、まあお上手なこといるんです。ということでですね、まずこのタイミングで、カズさんに来ていただいたのが、新しいお店がオープンということで、はい、5月の26日にオープンしました。はい、あ、オープン一月ぐらい、ちょうど一月ですね。一月経っちゃったんだ、なんだ、あ、早い。どうですか、一月経ってみて。なんかね、無我夢中で、一月経っちゃったんだ。そうですね、5月の26日ですから、20日ぐらいからプレオープンして、毎日毎日で、なぜか
ね、このタイミングオープン1ヶ月ぐらいというとね、うん、華々しいお店の写真かなと思ったらば、これなんか改装前の写真が届いておりますけどね。そうなんですよ、ね、写真ってなくてなかなか。ちゃんちゃんちゃんなんかね。わかりますかね、なんか中ね、事務所。いや、ちょっと そっちで説明してもらわないと何が映ってるか今、いや、いいよいいよ、この探し方でも。今ですね、台所のあたり。あ、そこが今キッチンに変わってるんですか、厨房っていうのか。でも台所のあたり、はい、うん、なんか台所がキッチンに変わったっていいっすね。そういう感じですよ。そう、うん、厨房というよりはキッチンですね、うん、でも倉庫のあたり。倉庫金庫だった。金庫ですか、うん、開かずの金庫。開かずの金庫があるんですよ。金庫があるんですね。その金庫だけは動かせないので。おお、すごいんですか。なんかね、この間ピアノを配送してもらった方が500キロ以上あるんじゃないかって言ってた。金庫がすっごい重たくてびくともしないんですよ。絶対盗まれないようにね。多分そうだったんだと思う。すごいお宝が入ってたんですね。本棚ですね。あ、そうですね。それはあのそのまま使いました、その本棚は。きれいにして。帽子掛けのあったり、それもね、そのまま使いました。おお、これ量りが映ってるんですよね。量り、そうですね。体重が量れる量り。昔のやつだね。すごくね、美しい動きをするんですよ。何巻目とかですか。そう、何巻目なの、単位換算っていうか、メモリが巻目になってる。巻目なの。重り乗せてこうやってやるよ。じゃなくて、実際乗るんだ。乗るんですけど。あ、いやいや、あれ、あの、重りばかりじゃなくて、そういうのもあるけど、こういうのじゃないよ、そこまで乗れないの。普通の体重計、普通の体重計みたいな。乗って、それで、で、丸いね、表示板。ああ、そういうやつね。体重計。体重の中にある。そうそうそう。で、カウンターのあたり。ああ、そうですね。はい、そこね。で、階段下。その階段もそのまま。そこから2階に行くんですけど、広いですね、結構、ね、広いんですよ、元あの事務所なので、あの天井も高くてすごく広くて、まあ、そっか、まだ2階は行ってないですね、はい、ちょっと、まあ、ということでね、このお店がどうなったかは、まあ、現地に足を運んでいただきましょうということで。そうです。お、なんか今出てますか。もうちょっと後ろに。後ろ、はい、そうです。こんなもん、はい、あ、それぐらいでなんとか、はい、はい、正式なオープン前ですね。はい、プレオープンの時です。あ、ということで、じゃあもう一度、お店の名前からご紹介いただきましょうか。はい、あの名前はね、AS と書いてね、アズというふうに呼ぶようにしたんですけど。アズ、アズ、あの A はあのアクティブの A と、はい、S はシニアの S から取って元気なシニアっていう意味でつけたんですけど、あ、まあ気に入ってるんですけど、自分で。シニアなので。アズです。カズさんのお店、アズ。アズ。おー、なるほどね。アズ。はい。ね、いい感じですよね。場所はどちらになるんでしょうか。ね、場所はトコトコと、大田原のトコトコと、あそこに中央公園って新しい公園ができたんですけど、はい、そのちょうど中間ぐらいのところにあるんですね、あの道路沿いに。のんきさんというお店がね、そうそうです、あるんですけど、そこの道路際っていう感じ、駐車場の入り口のところに、はい、もうそしてね、もう今日は完全に逆走してますけどね、で、何のお店なんでしょう。元気なシニアのお店ですよね。いやいや、あのね、お店の、まあ、カフェです。どんなメニューがあるんですか。メニューはですね、メニューというほどでもないんですけど、うん、飲み物、コーヒーとか紅茶とか、はい、あとはあのなんていうんですか、軽食、ちょっとしたあのトーストしたサンドとか、うん、あと手作り あの黒砂糖の蒸しパンとか、あとね、あの甘味、あんみつ、これがうまい。ね、甘味どころってないんですよね。いなかったんですよね。田舎って言っちゃなんですか、地方にはあんまりなくて、うん、東京はね、結構甘味どころがあるんです。おぜんざいとかね、あんみつとかね、うん、
自分で好きなので好きなものばっかり自分の。いやいや自分の好きなものを売らなきゃダメですよ。トムさんの自世あの持論ですから、それお店は ね、 あのねオーナーの好きなものをそうなんですよ、うん、売るべきだ。あんこ大好きなので、あんこはその大田原の、あの、あんこ屋さんがあるんですけど、斎藤製あん所の前で、そこで作ってもらってる。じゃあもう原材料とかからね全部こう分かって、使えるっていう感じ。サンドイッチのパンは油屋パン屋さんも食パンとか一応決めてはいるんです。昔から大田原にあるね老舗のお店ですよね。やっぱさすが U ターンだから知ってらっしゃるんですよね。まああの大きな声で言っていいですよ、ね、いやいやあのリスナーさんそこ聞こえなくてみんなああそうそうっていうのだけ聞こえてね。あの、うん、油屋さんのパン屋さんのがある歌に出てくるというお話でした。パンはあれですか、あのイギリスパン、あの山形のパン、それじゃなくてトーストするので、うん、あの普通のパンは特別焼いてもらうっていうか、うん、あの油屋さんはこう山形なんですよね。あれが日本じゃないね、ごめん、大田原で多分初めてああいうパンを売ったのが油屋さんだと思います。もし、まあ使ってるのね、普通の四角。そう、そう、使ってる。使うのはそのトーストするので。何をトーストするんですか？あのね、一応ね、和風サンドってしたので、うん、あのお醤油とか海苔とかチーズとか、うん、そういうのを挟んでお醤油とつけて食べるんです。うん、あ、パンにお醤油？海苔とかにお醤油をつけて、ちょっとお醤油味のするチーズトーストパンみたいな。じゃあ、こっちちょっと海苔ご飯のパンバージョンみたいな。あ、そんな感じに。うん、ね、イメージとしては。結構。美味しいなと思うんですけど、食べたことないですね。そのものは食べてないね。え、あんみつは食べてない。まあそれでお店のね名前があの、アクティブのシニアということでね、もう聞く前からちょっと分かっちゃうんですけどね、うん、まあ、どんなお客さんに来てほしいんですかってなさら聞くなって感じです。そうなんです。一応希望は世代を超えてという、はい、超えて交流したいんですけど、はい、やっぱ来るのはやっぱなんかやっぱりそれかな、なんか落ち着くねっていうのは大体世代的にはなんかそういう雰囲気が、あの音楽とかそういうのも1970年代とか80年代とかそんな音楽だったりとかするので、はい、え、音楽っていうのは何、あの選ばれてるんですか、何か。それがね、うん、ね、あのまあ、みんなであの持ってるレコードを持ち寄ったりするとやっぱり、あ、昔のレコード版みたいのがあるので、そうあの、うん、持ち寄って、そうすると大体年代的にそういうのを持ち寄ってくるっていうか、それを聞いてなんかゆっくりするねっていう感じです。なんか出てきますよ。あ、映ってますね。レコードプレイヤー、レコードのプレイヤー、あ、プレイヤーもですね、はい、ステレオ、ステレオっていうか、ね、そうだね、くるくる回る、くるくる回る、針乗っけてくるくる回る。でも今あれですよね、レコードやっぱりね、イーグルスライド、今レコード映ってます。あ、そうですか。これ僕の趣味で一番前イーグルスライドイーグルスでした。レコードね、やっぱりあのもうなかなか話を進めさせていただけませんけど、結構はかりの、ああ、ね、さっきのね、さっきの、あ、言ってたなんか、ああ、あれ、真ん中しゃべるみたいな形してるんですね。そうなんですよ、長野の構造がちゃんと見えるようになってる。今はかりの話に戻ってます、ね。あ、そうですか。はい、すいません。何の話してたんですか。はい、でこんな感じの方に集まってもらえたわけですよね。今何の話してたんだっけみたいな、ね、そうなってちゃう、どん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 。まあレコード本当に今ね、あの若い頃聴いてお気に入りのやつ、うん、捨てるに捨てられないけど聴くこともできないっていう人結構ね、あります、あの持ってる方います、うん、あのね、この町にもありますけど
ハードなんちゃらとかっていうところで、うん、プレイヤーとか探しても、うん、なんかねまともなのがもうないって言ってますね。そう、新しいものって出るんですか、うん、最近出てますね、うん、また復活したとかですよね、うん、でもそれをねまたこう持ち寄って聞けるっていうのはまあね、うん、別な楽しみが、うん、そうよね、持ってるけど聞けない人がアジサイ行くと、あ、かけてもらえるっていうね、それもね、すごくいいですね。レコードって片面がだいたい20分からね、25分の間ぐらいじゃないですか、うん、今 CD だと結構長いじゃないですか、うんうん、かけると、それから20分ちょっとで終わるんですよね、うんうん、ひっくり返して針がこう上がって、うん、なんかそれ見てるだけで癒されるあ、でもそういうアナログな動きってね、うんうんうん、あの ちなみにとか全然ね関係ないです、自動で針が上がっちゃうやつなんですね、うん、あの上がんないのあるじゃないですか、うんうんうん、上がんなくてあのずっとジーコジーコジーコ、うんうん、あれの音がね数万円とかしてましたよ。 あのテレビのドラマとかで使いたいじゃないですか、うんうん、あのなんか微妙な音ね、あれね、たまたまちょっと探したらね、うん、なんか他の音ほとんどただとかさ数百円なんですよ、うん、なんでこうやるめちゃくちゃ高いじゃんみたいな、やっぱ今レコードとかってだって録音できないですかね、うん、そういう職業の人もね、考えるとさ、昔のものって音があったんだね。そうだ ね例えば電話だとジジイ、ジジイ、ジジイって回したりとか、こうスイッチをガシャ。ジジイ言われてますけどね。じゃあババアで行くねえ、カセットテープとかでガチャ、ガチャガチャとかさ、音がチャンネル回すときにね、音がした。今音が何にもないね。そうですね。昔はテレビの、ね、番組選ぶのにこう、ガチャ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 やっぱりね、今若い人が不思議に思ってるそうだけど、うん、なんでチャンネルを回すっていうのか、そこが不思議だっていうんだよね、押してか、今の人だと押してって言わないよね、でも若い人も回してって言うの、まあ、結局流れで付き合ってるけどなんでだかがわからないっていう、チャンネル結構変えてとか見たチャンネル変えてね、あと、うん、あの必殺技ね、うん、あれ子供の頃やらなかった、あの自分の見たい番組に合わせて、うん、あのそのダイヤルを引っ込めちゃうのそんなことはやらない、やったいや、あのそれ兄貴とか親にさ、うん、番組取られちゃうけどさ、それバッチだからさ、権限弱いから、うん、あの好きなところに合わせて引っ込めてさ、どっかに隠したね、隠したの簡単に抜けたんですけどね、半円型なんですよね。そうですね、うん、あそれはないかな、これね、あの砂枯らしあれですよ、テレビ買わなくても多分ね、そういうお店だったらお店のどっかに、あの古いテレビ探してますってね、紙貼っといたら誰か持ってきてくれます、うん、上にこうアンテナがこうついてる、ああ、砂だ、砂だ、どうなってるの、なんかあれだよね、木のがっちりしたさ、そうそうそう、こんなでかいな、ね、ブラウン管こんくらいって知ってるで、観音開き、そうそうそう、でその上にレースのなんかこう乗っけたったんだよ、レースやりましたね、なんかね、ああ思い出した思い出した全然関係ないところで話してましたね。でもあずさんの店のイメージとしてはそういう感じ、近い感じね。はい。ちょっとね、窓もまた素敵なんですよ。片、うん、ガラスって言ってね。あ、はいはい。今は手に入んないガラスが入ってるの、うんうん。なんかね、キラキラしてすっごく綺麗なんですよ。綺麗なんですよ、うん。こうやってなんか持ち上げる。昭和26年に建てられた建物なので、うん、あの窓はその当時にしては多分この窓は珍しかったんだと、ボーウィンドウってやつですね、ね、いわゆるね、あの今はあるけどね、昔電車、今は電車がね、うんうん、ああいう窓、今っ
って言ってもだんだん電車の窓開かなくなってきてるよね。開かないところもあるけど開かないところもある。確定は開くんじゃないですか。この窓は開きませんって書いてあったから、まあそういうところでちょっとね話を戻していきますと、何だっけ、ね、いや思いっきりずれてる喫茶店をまあね1ヶ月前にオープンしたわけですけれども、ずっとあれですか、その飲食業はやられてきたんですか。いや私はやったことないんですよ。私前はあの、はい、夫と2人で学習塾やってたんです、東京の足立区で。学習塾が、うん、なんかこの知的な雰囲気っていうのはそこからちょっと先生っぽいね。いやいや言われると先生っぽくないですよ、全然、うんうん、あのそうなんかその先生っぽいところからね、さっきの写真のねほうき持った仁王立ちとかね、怖、うん、そうな先生ね、大だまりとか大だまり、ね、ね、でも学習塾の先生やりながらもやはり、飲食店とか、まあ、カフェ喫茶店みたいなのには興味はあったんですか。いや興味あんまりなかったんですけど、その古い建物をなんかこうかあの回収したり、そういうのにはすごく興味があって、古いものにはすごく興味があってあったんですけどね。なるほどね。だそういうのはちゃんと集めてたし、そのとずっと昔から例えばなんかこう古いものがあればいつかなんか使うんじゃないかなみたいな感じで集めてた。そもそもあの、ね、地域おこし協力隊の募集でその空き家の活用ということで、それが、ね、それが散っちゃったかみたいな散っちゃったかみたいな、まあ、じゃあ行きますかそっちにね。ごめんなさい。はいはい。じゃあそのね協力隊さんのお話が、うん、出ましたんで、うん、まずそのメニューを作るのに、うん、協力隊の皆さんでいろいろ試行錯誤を。そうなんですよ。私は全然そういうのがなかったので、うん、とりあえず自分でできそうなものをカフェみたいなところで使えるって言って、うん、じゃあこれはどうだろう、これはどうだろうってずっと試作したのが協力隊の一緒に長塚さんとかみんな、マーキちゃんとかやって、うん、相当失敗した黒焦げのパンとかみんなで食べたりとかした。黒焦げの食べたんですか。もう我慢しながら我慢しながらこれはまずいとかいろんなサンドイッチもねトライしたんだけど、なかなか上手にできなかったりするとこれダメ、却下却下みたいな感じで随分メニューは。でもその段階も楽しいですよね。いや楽しかったですよね。あと回収の時も随分協力隊がバーッと自分たちで回収したので、なるべくね、あとペンキとかもみんな長塚さん相当活躍して、ね、脚立の上に上がって高いところやったりとか、あなんか何でもできちゃいそうですね。協力隊の何でもや、何でも受かって回ります。その協力隊さん、まあ、那須塩原じゃなくてね、大田原なんですけどね、大田原の協力隊さんというのは何人ぐらいいらっしゃるんですか。14です今、そうです、ちょうど14、はい、今全部で14人いて、1号隊員というのは去年の6月が1号隊員が入って、はい、で12号が入ってきてるんですけど、私たちは10月に隊員に任命されて、10月、で一番遅いのが最近先月じゃなかったですか。確か任命されてね、ね、はい、で今14人。14人。でその大田原の協力隊でもそれの前って東京で学習塾やってたと。そうです。なぜその募集とかが巡り会えたんですか。ああはいはい、私は息子がワインを作りたいって言って農業をやりたいって言って、うん、栃木の方に先に移住をしてきてたんですよ、うん、おばあちゃん私の実家にね、うん、それでそのある日その新聞にその募集の大田原市の地域おこし協力隊を募集っていう新聞記事をご近所の方が持ってきてくれて、うん、その息子さんにどうだろうかねって言って、うん、でそれでそれを詳しく私が聞きに行って市役所に、はい、そしたらもうすでにもう
息子が大田原の市民にもなってたので、もう残念だったんで、それを3日か4日ぐらい違いだったんですけど、4月1日の時点で、要するにもう大田原市に住所のある人はもうダメっていうことで、言われたので、でじゃあ私どうなんでしょうかねって言ったら、いやどうぞどうぞって言うんですよ。で私64歳なんですけど、いや全然もう年齢関係ありませんからって役所の人が言ってくれて、じゃあちょっと応募しちゃおうかしらって言って応募しました。でおばあちゃんがこちらにっていうことは言ったの？そう、実家が大田原で生まれたんです。あ、そうなんですか、はい、言ったんです。はい、でまあ、その U ターンっていうのはね、その14人中お二人が U ターンで、そのお二人が今ここにいらっしゃるという、この偶然というか運命というか、まあ、ここに運命感じてもあんまり見えないんですけどね今更みたいな今更みたいな運命感じてるんですけど、今2つしかいないんですよ、I ターンか U ターンの方しかいらっしゃらない、長塚さんはどちらの方に行かれてたんですか？全、まあ、今は大田原ですけど、全住所は宝塚なんですよ、宝塚歌劇のある宝塚に、まあ、住んでてっていうか住所があって、でさっき言ったその退院になる条件で、大田原市民はなれないんですよ、なのでさっき言ったその、もう大田原に引っ越してきてしまったらダメだって言われたのはそういうことで、大田原市民は退院になれないっていう、まあ、そういう条件があって、要は退院になるために大田原に引っ越しをして大田原に住んで、で活動しろ、まあ、そういう条件があるので、はい、まあ、その条件には合ってたわけですよ。だからもともと大田原だけど住所は宝塚にあったので、はい、で俺も新聞広告で記事を見て、あこういうのがあるんだったらちょっと行ってみようかなと思っていうのがきっかけで、同じように新聞がきっかけだったんですけど、はい、まあ、それで単位に応募したらやれやれっていう話で、でもそのなんだ内容とかって、まあね、那須塩原市もあるんですけど、やっぱり私も那須塩原市の方の方たちも何やってかよくわからないって言うとちょっとね怒られそうですけど、実際どんな活動とかどんな目的で集められてるかっていうのはもう分かってて、募集の応募するときに例えばその市の方がこれについてやりたい人集まれっていう募集の仕方と、あなた何やりますかっていう募集の仕方と、まあ、大きく分けたらそんなタイプがあるんですけど、大田はあなた何やりたい、何をやろうと思ってますか、その退院になった時に何をやろうと思いますかっていうのを自由に言えたんですよ。なので今14人いるって言ったけれども、14人が14人でも全部その自分がやりたいってことは違うわけですよ。まあそのカフェをやりたいって、要するに空き家を利用したり、まあ、そういうのもいれば、俺なんかは高齢者についてっていうことで、やりたいっていう、その他の農業やりたいとか、いろんなことを自由に逆に選べるっていうか、やりたいことが自由に選べるので、市としてもどんなやつが来るのか分からないみたいな話なんですよ、応募した時に。まあそうですよね、誰が来るんだろうみたいな話で、で書類を出して、こんなことやりたいっていう書類を出して面接を受けて、ああそういうことならじゃあやってくれよっていうことで、まあ退任任命される。あまり変なこと言うやつはダメねってなるんですけど、近隣市長でもそういうやり方をやってるのは多分大田市だけだと思います。那須塩原市なんかは、例えば観光と酪農に特化してっていうような形なんですよね、はい、そういう意味では割と自由、オープンな感じの募集だったので、だから14人っていう人数もね、ちょっと他にはない、栃木県内で最高です、14人っていうのは。まあ、実際に、まあ、
見聞きしたくないんですけども、全国的に言うと、うん、せっかく集まってくれてるその協力隊の人たちに対する待遇とか、またはアドバイスであるとかが全然得られないとか、そういう、うん、まあ、苦情というか、ね、隊員さんたちの苦悩が上がってるところもあるんですけど、うん、太田原どうなんですか？割とその集め方も自分でやりたいことを決めてやれてるので、やらされてる感がないので、自分でやりたいっていうやつについていろいろとこうやってるっていうところでは、うん、割と自由にやらせてもらってるっていうか、そんなに縛られた活動ではないので、今のところそれぞれの隊員は結構気ままにっていうか、やりたいようにやっているっていうので、そんなに、なんていうかな、不満たらたらっていうか、こんなはずやなかったのにとかいうことはない。いいですね。現実的にはね、2人の方ですかね、お辞めになったりとか ね、うん、やっぱりまあ、自分の思ったことと違うとかね、いろんなその個人的な事情とか、でもこれは致し方ないことですよ。一応1年更新なんですよね。任期3年で満期ですけど、1年更新で、まあ、1年ごとにその隊員の方も考えて、他にも自分のやりたいことが見つかったりとかね、うんうんうん、そういう方は隊員を辞めて別なことをやられるっていうね、まあ、隣町になるのかな、そこね、そこの協力隊の方、まあ、ちょっとちょくちょく会う機会があるんですけど、うんうん、その方は限界集落に挑戦してみたいということで来たんですっては、うんうん、いや、そういうのなんか自分がやってみたいななんて、住人じゃないからいけるかな。大丈夫なんですよ、大谷市から那須町でも那須塩原でも大丈夫だから、逆に那須塩原だったら大田原でも別に近いからダメってことはないですね。だから那須町からね、うん、青い人が大田原を日本一のフォークの町にしたいって、うん、そうか、あ、いいね、いいね、ね、うん、OK、そう、青い人が、青い人がフォークの聖地でね、聖地にね、でもそれだったらもっと張り切れるよね。そうだね。でもそれが地域おこしにもなるし、うん、インバウンド、外からね、人をね、連れてきてくれるっていうことにもなると思いますよ。あとはあれだね、楽器はしないで買いましょうっていう感じですか。しないで売ってくださいなかなかないですもんね。かきやさん、その辺の結果は求められるんですか。当然、うん、遊んでたらお前何やってんだって言われちゃうので、毎月ミーティングっていうか、市役所の人たちとの打ち合わせっていうのの中で、今月はこんなことをしました、これからこういうことをしたいと思ってますっていう、そういうミーティングは毎月あって、それぞれにみんな出来上がりの成果じゃない、途中経過の成果っていうのはちゃんと報告をしなきゃいけないってことになるんですけど、うん、1週間の労働時間も30時間でしたっけ、うん、はい、うん、それは協力隊として活動するっていうことで、そう、そうです、そうですね、うん、淳さんなんかの場合は協力隊としての活動の場と、あずさんが個人でやられたお店の活動の場が一緒っていうことですね、うん、でも時間はある程度ここまでは、うん、協力隊としての時間とかって一応そういうふうに区分けはして、うん、今仕事してるんですけど、うんうん、大丈夫です、そこ OK です。はい、ということでですね、一回ちょっと、区切らせていただいて、なんか今一人慌てた人いますよ。次のコーナー行きましょう。レディオアクアス、コウさんの今日は何の日。はい、最近ですね、ちょっと趣向を変えてまいりました。今日6月23日の出来事で、その中で一番自分が気になったことをちょっと掘り下げてまいりました。はい、はい、こちらで栃木県のことなんですけども、
1973年になります。当時ですね、うん、自分は4歳です。当時ですね、事件、事故、ジャイアンツ9連覇でした。あれ、そっち、あれそっち行ったった。これ、事件って言った方がいいのかな。当時ですね、うん、宇都宮の自衛隊ありますよね、はい、自衛隊、北の方ですね、うん、北駐屯地の、うん、そちらのですね、自衛隊員さんがお酒を飲んでですね、うん、酔っ払って、うん、飛行機を乗っていなくなってしまったという事件。うわそれ犯罪だね。いなくなっちゃったんですね。酔っ払って、蓄電しちゃってんだ。それがですね、その、まあ、自衛隊機にこれの乗り逃げ事件という形で乗り逃げ、まあ、そういうことなんですね。飲酒っていうのは後から分かったんですけど、機体が、ですね、LM-1 っていうちょっとプロペラ型の機体なんですね。その機体にですね、要はお酒を飲んで、乗っていっちゃったっていう話なんですけども、うん、そのいなくなっちゃった時がですね、夜の9時だったんですよ。で9時頃です、もう当時もう自衛隊の方の管制塔、あそこでも人がいなくてですね、その飛び去った方向は見えたんですけど、もう低空飛行でレーダーにも引っかからない状況になってて、思いっきり事件だった。それなんです、そうなんですね。それでですね、その北宇都宮駐屯地の方でですね、滑走路からまあ突然その LM-1 っていう方の飛行機が飛び出したわけなんですけども、まあ連絡は一応するんですが、この乗ってっちゃった方がですね、整備士の今日の方だったんですね。パイロットじゃないんだ。それで副操縦士という形で乗ってたのが約20時間だから、自分で本格的にだから運転したっていうのがほとんどなかったんですね。飛べるんだ、それでも。そうなんですね。でその状況で、まあ、飲んだ勢いでっていう方法だと思うんですが、まあ、乗ってっちゃったって形なんですね。それで、まあ、当時、まあ、大騒ぎになりまして、まずそのいなくなったというよりもその飛行機が飛んでったっていうその時間帯に何だろうっていうその自衛隊の中であったわけですね。結構のんびりしてますね。だってもう完全にほら管制塔も閉鎖しちゃってるわけですから。で、なんで今出たんだっていう話になりまして、うん、飛行機がこう入ってるこう倉庫がありますよね、うん、あそこも、うん、非常事態のために鍵はかけてなかったそうなんです。あ、それでそれまあ整備士なんだからもちろん知ってますよね、まあ、スクランブル的にこう飛び出していく時のためにね、はい、それでそれを知ってたその整備士の自衛隊員の方が、うん、まあちょっと乗ってみたくなっちゃったのか、こう言っちゃったわけです。きっとパイロット志望だったんじゃないの、うん、本当は ね、まあ、当時20歳の方なんですけども、若いんだ、まあ、飛んで行った後に、うん、そのとりあえずその自衛隊の側では飛行機飛び立ったのは確認できたと、うん、南の方に行ったっていうのは分かってるんですね。ただ誰が乗ってったのかとか、どういう状況で乗ってたのか分からなくて、その自衛隊の中で全部テンポ取ったわけです。したら一人いないと。整備士、そうです、そうです、ある人で、その一人いなくて、うん、でそのいなくなる前どうしてたって話になった時に、お酒を飲んでたという話になりまして、これは飲酒で乗っていってしまったんだろうと。それでその管制官の方を急にこう開けてレーダーで調べたりとかしたんですけども、あまりにこう低空だったためにレーダーにも引っかからず、それで管制官の方から連絡を取るために無線入れてるんですね。で整備はしてますけど、その無線の使い方がどう使うか分かるか分かんないかまでは確認が取れなかったんですって。だからあえて乗っていってしまったために出なかったのか、出方が分からなかったのか、それでも確認が取れなかったそうです。飲んでね、居眠りしてたのかね、分かんないですよね。そうで、その当時ですね、まあ、燃料的に満タンに入っていたそうなんですけども、5時間20分道を飛行できるという、飛んでたんだ。そうですね、距離にして1300キロ沖縄の方まで行けちゃうわけね。それでですね、これが不思議なことにですね、機体の方にも未だに見つかってないんです。その後ね、捜査したんですよ、ちゃんとその、まあ、事件、事故、事件になったわけです、うん、その後ですね、1ヶ月間捜査したんですけども、うん、
機体も本人も見つかってないんです。ボメ？それはちょっとね、分からないんですよね。それで結果的にはですね、その見つからないままですね、その乗っていっちゃった自衛官の方は、その今日は6月23日ですよね、8月1日付ですね、行方不明のまま懲戒免職っていう形を取ったそうです。でも家族にしたらばそこで失踪届を出すわけだよね、きっとね。ですよね。 その失踪届け出して、まあ、自衛隊の方でもその飛行機がなくなってしまったということで、あの1ヶ月間の捜査、大捜査をしたんですけども、まあ、夜に飛び立ってしまって低空飛行だったってこともあると思うんですが、全然その機械的なものに一切引っかからなくて、まあ、肉眼で見るといってもね、まあ、それなりのスピードは出てるでしょうから。 GPS とかないんですよね。全然ないです。 ないですよね、はい。これは飛んでいっちゃったけど、とんでもないやつだな、それ。だから本当にね、距離も、ね、1300キロですからね。朝鮮半島に行けるのかな。どうですかね。行けるかもしれない ね行けないと力ある、うん、ね、おめえじゃないの。でも その、ね、日本を出てっていう話になっちゃうと、うん、その同じ低空飛行でずっといられるかって、その酔っ払った状態で、うん、そういう話もやっぱ残ってるみたいで、うん、結果的に海に落っこっちゃってっていう説が強いんじゃないかと話出てましたけども、うんうん、その機体のね、かけらも出てないっていうことなので、まるっきりその情報がないっていうまま終わってしまったと。UFO だ、泥棒じゃない。まあまあ、泥棒ですよ。いや、その人は別に悪くないんだけど、うん、それどっかの隣近のちょっとさ、うん、激しい国の人が、うん、飛行機の情報とかを取りに来て、そしたら酔っ払ってるのが出てきて、お前あそこ倉庫開けろって言ってさ、朝で、うん、その人が乗っていっちゃったとかっていうこともゼロではない。今だったら別にテロとかね、そういうふうにね、考えるけどね。強盗か。だからまるっきりだ、その乗ったところも見た人がいないとか、そういう状況なので、ただ乗っていっちゃっていなくなっちゃったっていう、そこしか情報がないわけですね。でもほら、お酒をみんなで飲んでるふりをしてても、うん、実は飲んでなくて、もうそのね、最初から計画的にその時間帯そうなるっていうのが分かってて、持ってこうとした可能性もなきにしもあるね。ね、飲んでたらそれだけのね、レーダーとか避けてさ、うん、飛べる技術って、ね、だから不思議な点がたくさんね。だから酔ってなかったんじゃないの、うん、ね、酒飲んだふりしてたのか、うん、それとあとその、ね、整備士だから運転、うん、あのパイロ操縦できないと思ってたけど、密かにこう、うん、練習しててちゃんとその時のために練習してて、うん、ちゃんと低空飛行できてとか、うん、低空でずっと低くなったら難しいですよね。難しいですよ、低空は。それって整備士が操縦してたとは限らないですよ、うん。なんか外のね、外部の人がね、外部の人が、うん、そうですね、うん、可能性はありますよね、うん、ただその人がいなくなっちゃったってからね、そういう風に見られてるだけで、ね、例えばその飛行機1機お金にしたらいくらなんですよね。あそこまではちょっと調べてなかった。相当な金額だよね、うん、お金なんか金あの銀行強盗するよりも、それをそういうね、どっかのそういう、ね、国にね、うん、あのそれは絶対足がつきますよ。だからどっかまで乗ってって、あの会場のどっかまで乗ってって、ね、そこからこう会場どこ船の上に着陸するの。そうそうそう、国母艦がいるよ、それ。そう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 、国だから、国レベルだから。いや、なんか小説が書けそうだね、それね。面白い事件、はい、ちょっとそういった6月23日の変わった事件が、ね、面白かったですね、はい、はい、今日は何の日でした。那須野ヶ原ピープルパート2。あったなぁ。じゃあ残り 10分少々、まあ、はい、これから今後の、ね、目標とか展望であるとかね、あの、まあ、協力隊のお話でも結構ですし、それぞれ個人でも、また大田原がね、こうなったらなんていうお話でも、どっから行きましょうか。はい、どうぞ。リクエストが来ました、ね。
今そのアズにいるんですけど、はい、だからまあこれからはやっぱりあの一応中心市街地のにぎわいを創生したいっていう一つの目標もあるので、なんかあのそこのアズを拠点にして、あとなんていうのかな、外から来るあの体験してくる人のツアーのなんかゲストハウスとか、なんかそういうのやったりとかしていきたい、まあ、あの協力隊である間にそういうことをしていきたいなと思ってるんですけど、あのあれが最終目標ではないので、あの喫茶店をやることがね目標ではないので、そこを拠点になんかそういう活動をしていけたらいいなと思います。定住促進とかそういう外から来る人にもうターゲットをね絞って、もうおいでって言えるように、おいでって言ってじゃあここへ泊まってあそこ行こうねとか、いろいろそういう場所をあの作っていきたいなと思ってるんですね。あとあれですよね、そういう昭和26年の古い建物とか、うんうん、まあ、そこまで古くなくても古いその建物とか商店とかを再生して成功してるって意外と少ない、ありそうでね、ありそうで建物がねもうないんですよね、うん、ないかあってももう回収できないほど古いとか、あの回収可能な感じのはだんだんなくなっちゃう、うん、そうなんですよ、何でもかんでも、うん、あのリメイクっていうかあのね、うん、あのできるわけじゃなくて、やっぱ耐震の問題だとか、うん、あとは費用対効果、うん、ね、お金がかかりすぎるんだったらもう提供して建て直した方がとかね、あの今のあずさんのそういうのって結構東京の方で、あの東京オリンピックがあるじゃないですか、だからゲストハウスをやっぱりそういうあの古いところを使って、それであの朝食とかはその喫茶店を近くの喫茶店そちらへ来てくださいという形で、はいはいはい、あのあじゃあその宿だけに、うん、そうです、ね、宿だけをあの一つその古民家をリメイクして、それであの喫茶店をっていう、そういうあのビジネスモデル結構あります。そうですよね、うん、そういうのいいなと思うんです。あるものを使って、うん、決して新しく作るのではなくて、うん、あるものがまだあるので、そこをうまく探して、そこを使って。その事例をやっぱりね、残してほしいっていう気はしますね。そうですね、頑張って。いろいろ。あの探したりはしてるんですけどね、うん、探検して、あそこにも空き家があるな、あそこにある空き家があるなとか思って、うん、もうマークはしたりしてるんですけど、うん、なんかそういうのが点在してたらいいなと思うんですよね、町の中に、うん、ね、いいですよね、いいと思います。はい、よかった、いいと思います、よかった、はい、はい、どうぞ、大丈夫です、はい、退院の任期、さっきちょっと話があって3年しかない、うん、3年しかないから3年で終わりなんで、うん、4年目、5年目っていうのがもうない、でじゃあ3年でできることが何かっていうことを考えると、そうそう大したことはできないわけで、で要はその3年の間に退院っていう、あの退院っていう肩書きを利用してちょっとこう種を植えて、でその種を大きくするのは多分3年過ぎた後だと思うんだけど、その3年の間にそういう種をいっぱいこうまければいいかなと思う。でどんな種なのっていう具体的な話っていうのはやっぱりあの ありそうでないというか、思い描いた通りにはならないことだってあるわけで、まあ、そういうのをその3年の間にいっぱいちょっとこう見つけてみようかな。あの全国 あの協力隊になっている人たちも多分あのその自分のやりたいことがあの3年という短い期間でやろうとするから大変なところがあるんだと思うんだけれど、もうちょっと長いスパンで見ないと、あの退院っていう活動の意味合いっていうかやり方っていうか、あのどうしてもその無理に3年間で結論を出そうとしてしまう無理が、あのやりにくいっていう感覚になっていっているような気がする。だからあの3年で、もうあの例えばもともとの自分の地元にまた帰っちゃいますとか、まあ、そういうことではなくて、もうそのまま、定住っていうかね、そういうことをしながらっていうことをイメージした方が隊員としての活動はやりやすいんじゃないかなって思う、うん、意外とそういうのがあの隊員の年齢層を見るとやっぱり20代30代っていうのは結構いるんだけれど、うん、そういう人たちって
この先のことをやっぱり考えなきゃいけない、うん、あのもう50、60になってからの退院都市の活動とそういう若い人たちの活動と当然違う、あの取り組み方が違うと思うんで、まあ、そういう意味ではあのちょっと長い目で見ないと退院っていう仕事もちょっと大変かなっていうのはあのちょっと最近感じてるところで、で、なんかはもうあの大田原に戻ってきました、大田原にもあの住みますっていう思いで帰ってきてるので、うん、取り組み方もやっぱりさっきもここがゴールじゃありませんっていう話もあったけど、うん、まあ、そういうあのスタンスでいろいろと動いているので割とそのブレずにっていうか、うん、あの動けてるところはあると思うんだけれど、あの3年っていうその短い期間をどれだけこうあの自分の思い描いたようにできるかっていうのはあの やってしまえっていうところが結構大事なところでもあるので、うん、あのやめろって言うまではやっちゃえばいいなと思ってて、そうですね、誰かがやめろって言ってなければそれはやっていいんだっていうことにしてしまえば自分の動き方も結構あの幅が出てくるのかなっていう思いはあるので、ね、まあ、あの気長にやるつもりです。大丈夫です職業とかもそうだけどやっぱりさあの3年とかじゃなくてやっぱり自分としての10年とか20年とか、まあ、生きてるうちの目標のうちの3年間をやっぱり協力隊としてのね名前とか名刺とか仲間を使える時にやれることをここでやっちゃうっていうぐらいのね、うん、割り切りみたいな、うん、それはそうしないとやっぱ3年は短いよね。長いようで短いですよね。何かを結果を残せって言われるとそのいくら退院って言ってもあの決定権者じゃないから、うん、あの一応市の特別職員っていう、うん、あのポジションではあるけれどあくまで特別なんで特別職員っていうあの肩書きなんで、うん、あの普通の正式な職員よりもちょっと違うポジションになるわけで本当にそういう意味ではあの権限も何もあったもんじゃない中で動いているので逆に言うと好き勝手にできる部分はあるから、まあ、そういうのを思い切り利用しちゃえばいいのかなって思うんですけど、まあね、我々みたいな、まあ、情報発信としてのこういうボランティア活動やってるグループとかもねあちこちにあったりまあ、そういうのも上手に使ってもらえれば本当嬉しいですしね、うん、みんなでやっぱりね地域で、うんね、誰かが良くなれば必ず周りの人もね楽しくなりますからね、うん、そういう感じで本当、うん、我々も重すぎない期待をあのかけてねちょっと応援したいと思います。他のね、隊員さんもね、ちょっとずつこうね、なんだろう、種をまく、畑がやっと見つかってきてみたいな感じ で、ね、きっとね、いい芽がね、これから先、出てくるんじゃないかなって思ってます。ね、もちもちね、うん、手が本当出始めた、はい、これなんかもそうですね。うん、でねああ、すみません、今ちょっと。ご紹介 して。じゃあ次のコーナー行きましょう。はい。はい、レディオアクアス。イベント情報局。はい。まずは、今週末も、まあ、かいつまんでね我々がちょっと関係しているイベントだけねご紹介させていただくような形になりますけどまず明日の今時の若者の、はい、夜更かしの時ですね。今時の若者ということで、まあ今時です。昔からよくね、今時の若者はって、今のいつの時代もね、そういうふうに言われてると思うんですけども、まあ、いつもの通り夜更かしの音なので、どこへね、どういうふうに話が着陸するのかはわからないですけど、まあね、若い方にも来てもらい、ね、今時の若者はって、まあ、私たちなんかねそういう世代だと思うんですけども若者っていくつまで
自分が若者って思ってるうちって私なんかもう思うんですけど、やっぱ客観的に若者って見られるうちじゃないでしょうかね。あの若者ってなんだろう、一つ20代前半ぐらいで区切りつくんじゃないのかな、前半、30ぐらいの人たちがあのそれ若いやつが考えてることを分かんなくなったよねって言い出すのが30ぐらい、ああ自分もそうだったかなと、だから30はおじさんおばさんなんだよ。なんか、ね、今気がついちゃった、若者バカ者よそ者って言うじゃないですか。で今これこのね、あの活用して地域おこしとかいろいろねやっていこうっていう中で揃ってるんだね。そうするとほら今時の若者明日よふかしのってやじゃないですか、よそ者、そして多分私たちバカ者だからさ、ね、音楽バカとかさ何バカとかばっかりじゃない。だからこういう人たちが揃うときっといいアイデアがね出てきたりするのかなって思いますけどね。はい、ということで、ですね、明日、はい、明日10時から12時までいつもの通りの時間帯で、はい、配信しますのでね、遊びに来てくださったりとかネットでね見ていただいたりとか、ネットで見る場合には、夜が漢字だっけ、全部ひらがなだっけ、夜ふかしは夜が漢字で漢字、夜ふかし、夜ふかしノートですね、で検索すると、はい、そう、あの、よをね、漢字かひらがなで、ね、逆で検索すると出てこないんだよね。ちゃんと、まあ出てこなかったら逆にして検索してください。見つかりますんで。はい、はい、皆さん見てください。はい、そして翌日は、ビラージュさんで。はい。はい、ビラージュさんって、7時半からですね、ラボの、ただこう言ってるんですけど、なかなかあのお店が広くはなかなかですね、まあ、入れるスペースは少ないとは思いますが、あの気になっていただけたら来ていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします。そもそも外でも聞こえる季節ですね。まあそうですね、はい、いや、あの私も最初何回かはあの外組だったんで、十分音楽は楽しめるし、あの虫除けだけ持ってけばそうね、大事かも。そして、日曜日は、なんかデビュー戦なんですよね。デビュー戦、デビュー戦、あの何あれは垂れ幕、あ、はい、小田原朝市なんですけども、先日ですね、東京の実家の友達がですね、いきなりこうテーブルに貼る、自分のこうお店の看板みたいなのをこう作ってくれまして、それがデビューします、いよいよ。すごい。で作るカレーはですね、今回ですね、自家製のトマトソースをカレーの上にかけて、それを一緒に食べてもらうっていうトマトソースのカレーですね。トマトのカレーじゃない、トマトソースのカレーです。また斬新なカレーですね、はい、そういうのをちょっと作ってみようと。それでトッピングの方はですね、鶏肉なんですけれども、新玉ねぎをちょっとフライドオニオンにしまして、それとスパイスを混ぜたやつをチキンの上にかけますので、それと一緒に食べてもらう、ちょっとパリパリとした食感なんですけれども、そういったチキンを一緒に添えさせてもらって販売したいと思います。トマトとチキンなんて王道ですよね、はい、とりあえずあの数もね、チキンも全部に行き渡るほどはちょっと作れないので、限られてますので、両方ともちょっと食べたいなっていう方はちょっと早めにいらしてくださいですね、はい、よろしくお願いします。 あの垂れ幕はあれなんだ、テーブルにつける予定なんだ。そうです、こうあのエプロンみたいにこうつけるんですね、はい、カインズホームで、はい、2メーターの竹ん棒、1本で、100何十円で売ってからあれ5本買って、はいはい、こことここに立てて、はい、で上に横に1本ギュッギュッてしまって、あ、ここに、人だかりができちゃうお店はね、はい、テーブルにつけたって誰も見えないから、あ、そっかそっか、上だよ、上、上
売れたね。うん、うんうん、なんだったらその竹んぼがうちの事務所にいっぱいあったの。ね、そういうことね。じゃあちょっとこう上にやるようにね。上がいいと思います。ゴールっぽく。はい。あ、はい。そして、今週末はいかないですけど、ね、10月なんですけれども、なんかスタジオの中にこれがすごい散乱してるんですけどね。散乱してる。はい、じゃあここから和光さんのオンステージが5分ぐらい続くと思うんで。これはですね、ね、協力隊のね、はい、ゲストに来てくださいましたけども、はい、マキちゃんの夢がついに、ね、ここまでの形になりました。なりました。で、10月1日、12時から8時までのイベントです。うん、あ、長いですね。そうなんです。うん、昼の部は星は見えないんで、うん、旅する大田原と題して、うん、いろんなね、あの体験型の、なんでしょう、あの光のねテーマにした竹細工とか、うん、そういうのを作って、うん、夜明かりを灯すとか、で、あとは音楽を流すとか、うん、あとはリラクゼーションスペースとかね、うん、いろいろまあ計画してますけども。うん、で、夜はですね、メインが木崎みなみさん、うん、これポスターにはね、ちょっと歌えなかったんですけども、カラオケバトル言っちゃってよかったんでしたっけ、まあ、あのね、ここ大丈夫、うん、ポスターで出せないんだけど、プロフィールだから、うん、それはいいってこと。10巻王ですね、うん、10巻王すごいのライブがありますので、まきちゃんと同じご出身なんですよね。そうなんです、奄美大島の出身で、うん、はい、うん、素晴らしい歌声が流れると思いますね。で、チケットがですね、うん、あれ、あ、予約始まってましたよね。前売りが2000円、大人が、うん、で、学生が1500円で、小中高生が500円、うん、で、なんと今日から予約受け付けでございます、うん、はい、Facebook なんかにもね、流れてましたよね。流れてます。で、今ですね、あのこの大きなポスターとチラシを置いてくださるとこをいろいろ探してますので、はい、一応置けるよってのがありましたら連絡をいただけるとありがたいです。はい、はい、このね、あの大田原と星の関係をちょっとね、皆さん多分分かってない人多いと思うんだけど、私もよく分かってなかった。今までなんか4回、そう、日本一になって全国一の星空に、ね、美しい街、妖怪、そんなとこに住んでたんですよ、我々は。何も結構知らない、そうそうそう、なんか意外とね、自分の住んでるところ予算にして知らない、うん、そうなんです、うん、で、今回あの実行委員の中にも、うん、その星に関して仕事してる方もいらっしゃるんですよ、うん、で、話を聞くとやっぱり街が明るいと、うん、うん、でもっとね、町がね、このイベントをきっかけにして協力してくれるようになったら、星がもっと見える瞬間を作り出せるんじゃないか、それもね、一つのね、夢としてね、まあ、この日も、この歌が終わった後に一斉にフライの丘の電気を消す予定でいます。しかも新月だからね。そうなんです、星がよく見える、うん、はい、お天気はどうなんですか。それが問題だったね、ちょっと ね、そこが気になっちゃいますけど ね、うん、何日か前からみんなでてるてる坊主を作って、えらいね、おそらく兄貴あたりはてるてる坊主になってなんかないならないな、白いね、シーツを首にこう紐付けてね、そうそうそう、死んじゃう。まあ、みんなでこう、うちわで仰げば、雨雲も飛ばせる。巨大なうちわも必要か。大丈夫だと思う。でもね、雨でもね、楽しめることをね、今日ね、いろいろ企画してますからね。うん、お楽しみにということで。はい。はい、でね、この、まあ、イベントの前にも、ちょっと待ちきれないぞっていう方は、あの大田原市のふれあいの丘の天文館というところに、なんとなんとすごい、あの専門的なことは分からないですけど、かなりすごいあの天体望遠鏡があって星の観察とかできますんでね、うん、あのそちらはこう
予約すれば、うん、使えるみたいなんで、ちょっと問い合わせて予約してください見て、あ、こういうそのね、拡大してみるとこういうものかと、うん、そこら辺をちょっと楽しんどいて当日、生の星空をそれでもね、いいかもしれませんね。で、Facebook をやってる方は、うん、星空祭りで検索していただけますと、うん、これからもいくつかこうカウントダウン的にイベントがありますので、うん、ぜひぜひ参加してください。お願いします。はい、いいですか、うん、あとですね、来週の月曜日ですかね、27、28、29、30と4日間大田原市議会報告会、市政報告会を、行います。大田原市内のポスターなんかも貼ってあったりとかするんですけれども、時間は、4日間公民館の会場を変えてやるんですけど、7時から1時間8時まで、大田原市議、26人がそれぞれ4つの班に分かれて、今ね、小田原市の市議会どんなことをやってるかとか、あとは地域交通のこととなんかを座談会形式で話したりするので、ね、よかったら関心がある方は、ぜひ参加してください。お願いします。ちなみに私は27日東公民館でが担当ですので、よろしくお願いいたします。はい、和歌中 の、 近くです。なんだ、若草中学校の方から焼却場とかのあたりを目印にこう入っていくとあります、うんうん、はい、各常任委員会があるんですけど、うん、そこで活動報告をします。で、私は民生常任委員なんですが、民生常任委員の方のプレゼンを私がやらせていただきますので、どうぞ皆さん来てください。お願いします。夜その辺行けば車がみんなスーツ行くね、きっとね。それほど流れるというか、ムーブメントになるかどうかっていうところはちょっと、はい。はい。はい。ということで、じゃあ、以上と、はい、いう感じかな。はい。はい。はいはい、ということで、はいはい、今週はですね、大田原市地域おこし協力隊の、カズさんと、長塚兄貴、お二人に来ていただきました、どうでしたか？楽しかったですか？どうでしょう？あ、思ったほど緊張もしなくて済みました。ありがとうございました。これからもね、地域おこし協力隊ね、ご活躍、そこそこにあまりね、重にならないように期待しております。はい、はい、ですね、来週は那須野のスペシャルですかね。そこはい、はい、ということで、今週は、ここら辺でお別れしたいと思います。また来週見てください。レディオ